証明できる。体が痺れて。俺もだ。私は何とも。どうしたの？体中に電気が流れたような。まさか。やりよったな、ジーク。お別れだ、兵長。部下思いのあんたのことだ。多少大きくなったぐらいで何にも悪くない部下を切り殺したりなんかしないよな。ワインだと。どうして任務中に酒がいる？兵長、これは憲兵の連中しか飲めなかったマーレさんの貴重なやつなんですよ。少しくらい楽しみがないと。紅茶があるだろ。兵長、めんどくせえな。いいだろう、持っていけ。くっさ、ジークの脊髄液がワインに。いつから仕込まれていやがった。体が硬直する予兆はなかった。嘘だってから。くそ、はい、動きが普通じゃねえ。これもジークの仕業か。まだそこにいるのか、お前ら。選択肢がある。そう勘違いしてしまったことが、リヴァイ、あんたの過ちだ。まあ、俺の真意を話したところで分かりっこないだろうがな。なあ、エレン、俺たちにしか分からないよな。この森を抜ければすぐお前の元だ。しかし、ちゃんと場所と時間を覚えているんだろうな、エレン。行け！なんだよ、もうまたかよ！必死だな、ひげ面野郎。お前はおとなしく読書する以外なかったのに。なんで勘違いしちまったんだ、俺から逃げられるって。部下を巨人にしてからって俺が仲間を殺せないと思ったのか。俺たちがどれだけ仲間を殺してきたか知らねえだろうに。
よう、ヒゲヅラ。てめえ、くせえし汚ねえし、ブサイクじゃねえか。クソが。まあ、殺しゃしねえから安心しろよ。すぐにはな。